今から三沢神主さんによる始め式の神事を執り行います。ご一同様ご起立ください。ご一同へいご着席ください。それでは神主様より一言ご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。それでは神主様より一言ご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。雨の方も今皆さんの日頃の行いというのがやっておりますので、楽しくやりたいと思います。ただいまより、矢倉地区新町矢倉の長男始め式の祈祷を行いさせていただきます。よろしくお願いします。ではまずはじめに守罰。ご一同様ご起立ください。ご着席ください。次に行進の儀。
ご一同様ご起立ください。ご着席ください。次に県選。次に、祝詞と奏上。ご一同様、ご起立ください。これのところいつの言い場と払え清めて締め縄引き元干しひもろぎ差し立てておき祭りませ祭るかけまくもかしこき山中神社八王子の神うぐすらの狼たち手置き豊富の御子と彦佐尻の御子との大前に祝い主仕込みかしこみの猛作年ごとの秋祭りに引き入れし見祭り麗しくにぎわい使え祭りしこの山中地区の太鼓台の年月を経て糸くやれ損なはれたるに至りて今回井上公務店
司の人たち、愛はかり愛語らい、新たにいかしく作り、ふさわしき容態を選び、集め、ケフの幾日のたる日に、清払いのカムワダを兼ねて、長男の式を使え、まつらくと、お前に、みけみき草草のためつものを立てまつり、転がりうまつる様を平らけく安らけくひとしめして、今より行く先大匠井上秀明堀諸氏片山明前田八彦をはじめ匠たちもろもろが、手の曲がり足の曲がりなく、打つ隅縄の打ちたがり取る見はかりの差し誤り、携さ振る手をの使い試すなのみ、霧の髪毛も損なうことなく、日に意に勤むる旅人たちが、家をも身をももうなくことなくして、行う技の麗しきことは取りて、うつ長男の根のことごとに、すべてのことにさはりなきは削り、行く木の重しき不死なきがごとく、行き悩み滞ることなく、住みやけく作りなるし、慎み尊びかしこみかしこみも持つ。お直りくださいませ。ご着席ください。次に原木清払いの儀、
次に長男はじめの儀、株式会社井上工務店代表取締役社長井上秀明様、よろしくお願いいたします。次に彫刻はじめの儀、堀氏片山明様、お願いいたします。えい、えい、えい。次に玉串拝礼、ご参列の皆様方に玉串を立て祭りてご拝礼をお願いいたします。お名前をお呼びしますので、ご順に前へお進みください。株式会社井上工務店代表取締役社長井上秀明様。そして堀氏片山明様、堀氏前田明彦様、山中谷自治会会長伊沢東司様、山中谷矢倉新調委員会委員長田中正之様、
長森川仁志様、それよりますか、これより名前をお呼びしますので、3名ずつでのご拝礼をお願いいたします。顧問、田中茂光様。相談役、宇沢康彦様。相談役、田中昭夫様。事務局次長、三沢健二様。財務部長、三沢正彦様。委員、三沢和夫様。武雄様、委員北洋和様、委員古谷忠様、委員宮田博文様、委員田中健二様、田中達也様、委員田中優様、各部長のお名前をお呼びしますので、代表して玉串を立てまつっていただき、関係の方々はその場でご起立拝礼をしてください。企画政策統括部長若野正一様、政策部長上野智則様、企画部長和田圭司様、山中谷自治会役員杉分義行様、今崎良二様、
藤堂実様、最後に青年団を代表していただきまして、団長の北川正明様に奉典をしていただきますが、青年団の皆さん方はそこでご起立ご拝礼よろしくお願いいたします。それでは団長よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に鉄線。次に昇進の儀、ご一同様ご起立ください。以上をもちまして、浜中谷矢倉新町長男始め式の神事を取り収めます。ご一同様、ご起立ください。一同礼。ご着席ください。続きまして、三沢神主様による山中谷矢倉新町に伴う長男始め式の神事が滞りなく執り行われます。ここで山中谷矢倉新町の無事も合わせてお祈りして、三沢神主様により御神主拝祭を行いたいと思いますので、ご用意よろしくお願いいたします。すいません。申し訳ない。みんな一緒に。
それでは伊沢かねさんはよろしくお願いいたします。ご質問はご起立お願いします。先ほど司会の方が言われましたけれども、町内始め式の際、大神様の方に滞りなくお伝えすることができました。本日はおめでとうございます。続きまして、新酒ご品酒開催ということで、普段でしたら乾杯という形になるんですけれども、皆様方の気持ちを大神様にお伝えしましたおみきですので、こちらの方で乾杯でなしに、私が伊予坂という形で申し上げます。その後3回大きい声で伊予坂伊予坂伊予坂と言っていただいて口をつけてください。そしたら参ります。たくさんの匠の、お力を借りまして、山田拓司に素晴らしい櫓が出来上がることを祈願しまして、伊予坂おめでとうございます。それでは神事につきましては無事、滞りなく終えることができました。ここで、関係者の方々のご挨拶を頂戴したいと思います。まずはじめに山中座に父会会長三沢当時様、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。大変忙しい中、皆さんご参加いただきまして誠にありがとうございます。皆さん初めて、こういう日を作った人はですね、大きな儀式、今日始まりでございます。そんなわけで先ほども、なんとなく、盛大されました。木の香りがですね、随分と私の方になんと香りが来てるという、気がいたしました。これも皆さんの本当に、役に対する熱意、またそれに対する、いろいろ小物店はじめですね、片山さん、平田さんのですね、その熱意も多分その気に伝わってるんではないかと思っております。まあ、いう天気でございましたが、雨降って気が固まると言います。その中で、これからも皆さん、31年の完成まで、いろんな意味で、より気を引き締めていただいて、やはりいい櫓を、31年の祭りには、皆さん本当に健康で喜んでいけるという気持ちで、これからもどうか皆さん健康にも無理にね願いまして、従事していただきたいと思います。どうもそんな中で、大変先生でございますが、この儀式の、みんなのご挨拶ということで、簡単ではございますが、本当に私も大変熱い感激を感じましたので、皆さんも同じと思いますが、どうかいつまでも忘れずに一つよろしくお願いいたしまして、簡単ではございますがご挨拶をさせていただきます。じゃあどうもおめでとうございました。続きまして、山中谷矢倉新庁委員会田中会長よりお願いいたします。会長にそらそら言いませんので、ちょっとね、原稿を作ってきましたので、それを読ませさせていただきます。本日はどうも雨の模様で、足元の悪い中、ご多忙にもかかわらず、長男新宿にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。ただいま、三沢官民様、矢倉の出場に伴う、長男新宿の新宿、井上社長様のよう、長男新宿、および片山明さんの方を所属会議にも、所属法人南部の所属に取り行われました。皆様ご存知の通り、山中谷の矢倉はですね、100年以上前に作られたものを料理を繰り返しながら大事に大事に使用してまいりました。しかしながら、山中谷のお宝ともいうべき矢倉ではありますが、これ以上の使用に耐えられないという状況になってまいりましたので、熟慮の結果、新調の仏となりました。平成25年にですね、
矢倉検討委員会を立ち上げ、何度も会議を重ね慎重の報告が出ました。その後地区の住民の方々への説明会を得て、昨年11月ちょうど1年前ですね、自治会臨時総会で、矢倉の新調が決定いたしました。本年2月に矢倉新調委員会を発足させ、業者選定に取り掛かり、6月に井上コンセさんに決定するに至りますまでには、三沢自治会長をはじめ現在の自治会長の皆様方、自治会役員の皆様方、新調委員を作っていただいた皆様方、並びに各種団体の皆様方にご苦労と、ご協力をいただき、大変ありがたく思っております。局ここに、今日の始め式を無事に迎えられ、こんなに嬉しいことはございません。井上工務店様には、後期といたしまして4年後の平成31年7月31日に完成するという、契約を交わしております。平成31年の完成まで矢倉新調委員会の若い方々が井上社長様および堀市の片山様、前田様のところに訪問していろいろご指導を賜ると思いますが、どうかよろしくお願いします。山中谷での矢倉の新調は初めてのことでございます。今後はここにおられる皆様にご協力をいただきながら、4年後に地区の皆様方に素晴らしい矢倉が新調できたと喜んでいただけるよう、努力いたす所存でございます。簡単ではございますが、ご挨拶の言葉といたします。おめでとうございます。そしてありがとうございました。ありがとうございました。それでは新調の部分に取り掛かっていただきます株式会社井上工務店の井上社長さんより一言頂戴したいと思います。よろしくお願いします。準備していただいたり、遠方に駆けつけていただきまして、どうもありがとうございます。矢倉製作工務店は数多くある中で、どもを選んでいただいたということは、かなり嬉しく光栄に思っております。そしてまた、こういう良質な契約に巡り合え、で、いい矢倉を製作することができようかと、本当に思っております。そして、これからは、片山さん、前田さんとともに私ども特に一同が一生懸命最高の矢倉を目指して取り掛かってまいりますので、末永くご愛顧くださいますようよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございます。それではこれをもちまして町内始め式の儀式一式を終了させていただきます。本日は本当にありがとうございます。なあ、企画の皆さん方から少し、乾き物ですけれどもご用意させてもらってますので、時間の許す限りご歓談いただきたいというふうに思っています。それとせっかくの機会でございますから井上社長さんには了承を得ておりますので、作業場ご見学される方々は、見学していただいたら結構でございますので、しばらくのご歓談よろしくお願いいたします。それじゃあすみません、ご準備とよろしくお願いいたします。それではこれから少しの時間ですけど観覧の場に移らせてもらいますけども、せっかくの機会ですから堀市の片山さんと前田さんがお越しですので、ご紹介方々ご挨拶をいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。堀市の片山明さんです。お願いしておきます。堀市の前田明彦さんです。よろしくお願いします。では今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。それでは初めに乾杯のご発声は田中茂さん、はい、よろしくお願いします。もう今はもう我々同士でみんな祝ったらいいというだけの話でございますので、もうごく略式できます。関係の皆さん、いろいろとこれからお世話になります。よろしくお願いいたします。それから山中地区のこれから今後のますますの発展と、それから今日ここにお集まりの皆さん方のさらなる健康を祝して乾杯をしたいと思います。乾杯。ありがとうございました。
の時間の許す限りご歓談ください。あのなお井上工務店さんのホームページを見ていただきますと今日のこの木が載ってるらしいんでもしよかったら帰っていただいて見てください。よろしくお願いします。